なんか運動っていうとなんかちょっと遠い感じがするかもしれないけど、自分の周りに不都合が起こった時にそれを変えていこうとすること、多分 そういうことだと思うんですけれども、なんかとにかくこのフリーヘルドで印象的だったのは、そのいわゆる在留委員会で喋っている人たち、ローレルの味方をして喋っている人たちが、警察で一緒にパートナーを組んで仕事をしていた人とか、いわゆる同じ地域住民ですよね。なんで自分たちは普通に結婚して自分の、ね、遺族年金は自分の妻に渡るのにどうしてダメなんだって言ってたりとか、ちょっと自分は保守的なんだと、共和党が共和党の支持者だし、社会保障制度とか社会運動なんかには自分は全く興味はなかったんだと、でも自分の一緒に仕事をしている彼女が今困ってるんだっていうことで声を上げているっていうところに、すっごいだから地域住民と同僚が応援してるんですよね。でローレルは最初のインタビューの時に言ってたね、警察に入る時にレズビアンであることはあんまりオープンにするなって言われてたけど、みんな知ってるやんっていうね、うん、あれは一体どういうことなのかっていうそう、みんな知ってるんですよね、地域住民も。ここが多分一番大きな違い、つまり人間関係をオープンにした上で作っていた時に、自分の隣人が困った時、たとえ同性愛者だっていうことだけで、そのなんというか、なんというか、手助け放り投げるっていうことはしないんだってことね。なんかその隣に住んでる、一緒にずっと何十年仕事をしてきたっていう、その人が今困ってるんやからっていう、あの地域住民と同僚のつながりで、それは実はやっぱり今の日本と考えてみた時に、職場でカミングアウトってやっぱなかなかできないんですよね。なんかそこの日本ではまだ職場地域でカミングアウトの壁があるけれど、そこを乗り越えた時に、私たちはやっぱ職場でカミングアウトするの怖い、地域でカミングアウトするのも怖い、でもそれを乗り越えた時に、実は地域とか同僚っていうのが自分の味方になってくれる、自分が困った時に味方になってくれることもあるんだ、なんかそういうのをこの映画を見て感じましたね、うん。そしてそれは実際に、はい、例えばまあ法律の場とかにおいても、うん、影響があるということを、まあ、そうやってこう社会に認知されていたりとか、そういうことによって、実際にそれが例え日本においても重要になり得るということ、ね、一つはやっぱり法律とか立法もそうですけど、世論なんですよね。だからそれをその法律を作った時に世の中が支持するかどうかっていうのがすごくやっぱり大事になってくるんですよね。でその時にみんなが反対するのか、それとも世論が盛り上がってるっていうのではやっぱり全然違ってきますよね、裁判の場でですね、結構皆さん誤解されてる面があるかもしれないです。その立法だと運動が大事なのはそれは誰の目でも分かる、裁判はすごく淡々と理論的に決まっていくのかと皆さん思われるかもしれませんが、裁判の場でもやっぱりそういった声というのはすごく重要なんですね。三権分立の中の司法っていう言葉の意味はですね、事実に法律を当てはめて紛争解決することを言うんです。で法律ももちろん大切なんですけど、まず最初にどんな事実があるのか、どんなひどい事実があって、これをどう解決していかなきゃいけないのか、それも正義の実現のためにというのは、それはもう弁護士でも裁判官でも同じなんですね。でもよっぽどこうひどい事実を目の当たりにした時に、法律の解釈を工夫して、で時にはもう法律自体が憲法に対して間違ってるという判断も時に下して、適切な解決を求めていくと。それは実際自分がやっている事件でもそういった、まず事実を出して適切な解決達成できたこともありますし、報道されるいろんな事件でも実現できているんですよね。そうです、はい、なんかそういうところでよく私たちが疑問に思うのは、まあ、私は立法という法律を作る立場の方だったわけですけれども、日本の裁判所とアメリカの裁判所は違うんやっていう制度の違う話がよく出てくるんですね。だから先日ほらカリフォルニアの州の裁判所が、まあ、サンフランシスコが結婚証明書を出していたことに対して争ってましたよね。でカリフォルニア州の最高裁判所が結局、同性愛者にも同じ権利を認めるべきだという判決を出したわけです。で、だからどちらかというと裁判所が事実を認めてこうしなさいっていうような強烈な判決が出てくる。でも日本はどうかというと、イメージの中では
なんか日本の裁判ってあんまりそういう画期的な判決は出ないんじゃないかとか、確かに私の記憶の範囲では同性愛者たちが例えば今回のようにね、遺族年金多分、まあ、年齢的にもあまりそこまで達してないというのもあるのかもしれないけれども、そういう裁判で同性パートナーの権利を争ったってあんまり聞いたことがないし、でそれが本当に有効な手段になるのかどうか、ちょっとその辺を、ね、そうですね、同性カップルについての例えばこういった年金についての法律争ってるっていうのは私の知ってる限りではないんですけど、ちょっと一つ重要な判決を指摘しますと、去年の3月だったと思うんですが、ある事件で最高裁の判決が出ました。遺族厚生年金に関する判決なんですけど、叔父と姪のカップルで、叔父の方が亡くなって姪の方に遺族年金を支給していいかどうかと。叔父と姪のカップル、そうで、叔父と姪は結婚できるんですか？日本の法律では叔父と姪は結婚できないですね。いとこ同士だったらできるんですけど、ですよね、なのでそこが争われ、さっき言った事実婚だったら支給できますと、いうことになってますよね。はいはいはい、で一審の地方裁判所では支給 OK で、国側が反対して、控訴審では逆転して支給しちゃいけないと、それが最高裁でさらにひっくり返って支給していいという判決が出てるんですよね。つまり叔父と姪は婚姻届は出せない関係だけれども、2人の共同生活の事実を認めて遺族年金を出す。その通り、事実婚を拡大解釈したっていう、あ、事実婚の拡大というか、なんだっけ、範囲を広げた、まあ、その妻で婚姻届出してなくても、夫婦と同様の事情だというふうに認めたということですね。でそこの最高裁の判決の中で、この2人がどういう生活を送ってたかということも結構細かく書いてあるんです。でその中にすごく特徴的なのは、結局親族の方たちもみんな夫婦として認めてた、新婚旅行にも出かけてるし、で職場の人たちもみんな夫婦だとして扱ってたと。で42年間ずっと仲良く暮らしてきたと。で地域の中でそういうふうにね、認められてたっていうところもあるんだから、夫婦として認めましょうと、年金との関係では、そういう判断をしてるんです。そういうことを考えると、さっき言った事実が大事ですと言いましたけども、ゲイカップル、レズビアンカップルでも同じようにそういう事実を積み重ねていけば、で裁判の中でおかしいという声をちゃんと上げていけば変わっていく可能性もあるんじゃないかと私は思います。